司厨康は、元マラソン選手、元日本陸上競技連盟オリンピック代表コーチ。大分県中津市出身で1935年にマラソンの世界記録を打ち立てている。司厨は、旧制中津中学校、現在の大分県立中津南高等学校を経て、1932年東洋大学専門部に入学と同時に、東洋大学陸上競技部へ入部。その翌年に、東洋大学は、東京箱根間、往復大学駅伝競走初出場を果たす。1935年には、東洋大学予科へ入学。この年に、司厨は、世界記録を樹立する。1937年3月文学部卒。1938年には、東洋大学本科へ入学する。この間、箱根駅伝には1933年、1934年、1935年、1936年、1937年、1940年の合計6回出場を果たしている。1935年には山登りの5区で区間賞を獲得し、同チームの黎明期の名ランナーとして知られている。1945年に郷里へ戻り、母校である旧制中津中学校の教員となる。第二次世界大戦後は、日本陸上競技連盟五輪代表コーチなどを歴任したほか、障害者スポーツの発展にも尽くした。また、多くの新人を発掘できるマラソン大会の開催を提唱。現在では、マラソン代表への登竜門となっている、別府大分マラソンを創設したことでも知られる。1992年3月14日、中津市の病院で、脳血栓のため77歳で逝去。日本の陸上競技の発展に尽くした司厨康の功績を称える石碑が日豊本線東中津駅近くにある。東洋大学陸上競技部に所属していた1935年4月3日、東京明治神宮外苑競技場を発着点として開催された1936年、ベルリンオリンピックマラソン代表候補。朝鮮競技会において、アメリカのアルバート・マイケルセンが1925年に樹立した2時間29分02秒の記録を2分18秒、上回る2時間26分44秒の世界最高記録で優勝した。同年11月3日の明治神宮体育大会のマラソンで司厨の記録は、孫規定に更新されたが、同大会後にベルリンオリンピックマラソン代表候補とされた。しかし、弟が大病に侵され、司厨が大量の献血をしなければならなくなり、1936年5月21日に行われたベルリンオリンピックマラソン最終選考会では途中、棄権となった。ベルリンオリンピックの次に開催されることになった1940年、東京オリンピックでは危なげない走りで再度マラソン代表の座を射止めたが、日中戦争の影響で、東京オリンピックが開催権返上、そして代替開催となるはずだったヘルシンキオリンピックも第二次世界大戦の勃発により中止となり、オリンピックには出場できないまま現役を引退した。このことから幻の五輪代表という異名で呼ばれることもある。ありがとうございます。